皆さんこんにちは、ちゆです。今日は撮影とか編集とかいろいろして夜ご飯も食べて今お風呂に入ってるっていう状況なんですけど、もう時間もね、実はもう夜の12時を超えたところなので、深夜の質問コーナーを今日はやっていきたいと思います。いろいろね、深夜だからこそ言えること言えないことたくさんあると思うので、ちょっとお風呂にチャプチャプ使いながらいろんなことに答えていこうと思います。それではレッツゴー。まず暑すぎてさ、ちょっと水分補給から。めっちゃ飲んじゃった。今日はお風呂のお供にさっきのお水と、じゃーん、つゆあがり屋さんのヨーグルトと混ざります。じゃん、美容の神様キウイです。じゃーん、どんどん答えていきたいと思います。年下は何歳までですか？付き合うとかかな。年下はなんか未成年じゃなくても全然許容範囲。付き合ったことでもね、年下のことを両思いというか一瞬付き合ったことある可愛いなって思うし、全然無理ではない。だけど機会がないって感じ。なんか年下と出会う機会をください期待整形って取れないんですか？私はね、埋没っていう整形してんけど今んとこ取れてないし、でも永久じゃないから取れる人は取れると思うけど、でもあんま周りで取れた人聞いたことないかも。なんか取れる気配別にない。なんかよっぽどめちゃくちゃ目に衝撃与えないと多分取れへん気がするけどな。細マッチョとムキムキマッチョどっちがタイプですか？私はね、筋肉ね、あれだけあった方が好きかも。細マッチョはなんかもちろん好きやねんけど、ガタイがいい人に結構惹かれるところがあるから、なんかついてる方が好きかも。もし怖い目にあっても大丈夫やなって思える人と付き合いたい3サイズ、いや3サイズ聞かれることよくあるねんけどさ、 YouTube でさ前ウエストのサイズ言ったと思うねんけど、多分ね私 お尻は分かんない。お尻ヒップはマジで90センチはある、絶対100いったらどうしよう。おすすめのダイエット法や体型維持法。なんか結構さ、体型維持とかの質問してくださる方が今回多かったんけど、マジでさ、私さスタイルほんまにずっと言ってるけど良くないからさ、参考になるかどうかは分からへんけど、基本的にダイエットするときは食べるものを気をつけてるかな。タンパク質多めに取るように心がけてたら痩せるし、胸も残しつつ痩せれる。お腹減ったら寝れへんくなるんよ。その時はもうちょこっと食べていいものとか決めるかな。あ、これやったら食べていいみたいな。例えばフルーツ1個とかヨーグルト1個とか。あとね、私が最近運動する時に使ってるのは YouTube のダンス動画をめちゃくちゃ見て踊ってる。今まで筋トレとかさ、いろいろやっててんけどさ、続かんからマジ3日坊主になるから、基本ダンスとか体動かす、なんか音に合わせて動かすのができるから、もともとアイドルやし、そういう感じでダンス系をしてるかな。なんか暑くて汗かいてきた好きなタイプ教えてください。好きなタイプは、私マジで元彼に共通してるところが1個だけあって、それが面白いところっていう、なんか笑かしてくれる人。楽しい時はもちろんやけど、悩んでる時も悲しい時もどんな出来事も笑いに変えてくれる人がマジで好き。そういう人と一緒にいる方が楽しいやん。姉さんは夜行性ですか？夜行性です、バッチリ。彼氏作るの興味ないですか？どうやろう、そんなことないねんで。もちろん欲しいし、なんかこういうさ、春とかさ、なんかデートしたいやん。なんかいろんなシーズンでさ、なんか夏祭りとか今はないからやけど、お祭りとかも彼氏と行きたいしみたいな。純粋に私が仕事が大事すぎて、まずそういう場所に行く機会もなければ、恋愛に集中する時間もないっていう。でもマジ全然彼氏ずっと募集中なので、こんな私でもいいなと思う方がいたら、ぜひよろしくお願いします。嫌われてる元カノと復縁する方法を教えてください。なんか元カレ元カノと復縁したいってかさ、こうより戻したいって人意外と多いけどさ、私もさすごい好きやった元カレがいてさ、でそれぐらい好きやった元カレに振られちゃって、だからその時はすごい復縁したくて頑張ったけど、結果いい関係にはならんかったから、なんかやっぱ復縁ってむずいなと思った。どっかしら合わなくて一回別れてるからさ、それをさ受け入れるとか妥協する、認めるっていうのができるんやったらいいけど、まあなんかどんな原因かにもよるとは思うけど、基本的には相性の問題やから、それって短期間で解決するもんじゃない。だからもし本当にその人が運命の人なんやったら、また巡り合うと思うし、そこで合わないっていう選択がお互いに出たんやったら、もうそれが全てなのかなって思うようにしてる。情とか執着とかでする復縁って絶対良くないからさ、自分のためにも相手のためにも、みんな自分のために
行くよ。TikTok なかったら今何してましたか？なんやろな、普通に就職とかしてたかな。 SNS 昔から好きやったから何かしらやってたかもしれん。 TikTok じゃなくても、もしかしたら TikTok じゃなくて YouTube めっちゃ昔からやったかもしれんしな。ティーバッグがメインですか？いやマジ、逆にティーバッグ街で全く持ってないし、何個か持ってんねんけど履かないですね。僕の関係でティーバッグ履いた方がさ、こう透けるとか、あるいはパンツの形が見えるとか、そういう服着てるときは、まあ、ティーバッグ履いたりもするけど、いやティーバッグってしんどいからさ、あれ私がお尻を着るだけなんかもしれんけどだから履かへんかな。あんまムチムチを維持する秘訣は何ですか？ムチムチみたいな質感は体質っていうのもあるんやろうけど、こうつけ方的にちょっとムチムチしてみる。痩せててもさ結構ムチっと見えるタイプだから嫌ねんけど、もう胸とかお尻はもう太っててもさ、もうボンキュッボンやからいいかと思って、とりあえずキュッだけを頑張ろうと誓ってるかな。彼氏の癒される瞬間は、好きな人はね、なんかマジでなんかマジバブいところに惹かれます。私はご飯もぐもぐ食べてるとかそういうのが好きです。SNS を伸ばすコツとかあれば教えてほしいです。伸ばすコツはマジでこれがなきゃマジ伸びないし、そもそもできないよっていうのは一つあって、それがまず継続っていうところを一番大事に思ってほしい。マジで何事も続けないと短期間で成果は出ない、 SNS は特に。なんでこう毎日投稿だったり研究するっていうのは諦めない精神、継続できる精神っていうのがある人こそがたどり着ける手にできる世界だと思うので、そこだけはマジでまず頑張ってほしいなと思います。友達以上恋人未満ってどんな関係ですか？相手のことを思わない行動ができちゃう、その人がこういうこと言ってもこういう行動をとっても傷ついてもいいやって思えるような行動を取る時点でも、その友達以上恋人未満みたいな関係よね。なんかそれにさ愛があったりさ、少しでもさ情があるんやったら絶対に恋人だったりさ、ちゃんと形にするわけやん。一番そういう都合のいい関係が友達以上恋人未満だとハマるのかな。ほっぺた引っ張ったらどこまで伸びますか？恋愛において価値観は大事だと思いますか？まあでもね、そうね、価値観とかってすぐ変わるもんじゃないから、だからそこを期待しても仕方ないと思う。合わせるって難しいから、どっちかが無理するんやと思うけどな。結局どっちかがそれを認めてこう我慢できる、でもそれも大事やん一個。全部が全部合う人なんてさおらんしさ、それが妥協できてそれを許せるような人なんだったらいいと思うけど、どうしても許せないところなんやったらそれはもう続かないですよね。やっぱ大事だなと思います。夫婦で押していいですか？もちろんぜひ押してください。皆さんの幸せを私にも分け与えてください初恋の思い出を教えてください。保育園の時とかもさ、そういうこと好きな人とかってなんかいるやん。恋愛君と結婚するとか言ったしけどちゃんとマジで好きやったなって思ったのは中学校入ってからで、あの中学校の時に私ね毎朝早起きして学校に行ってたのよ。でそれはなんでかっていうと、私のクラスがね、あの3階にあったのよ。でちょうど3階の教室の前の窓から下を見ると登下校する生徒がね来るんよ毎朝。で好きな人が登校するところを上から見るために毎朝早起きしてた。めっちゃキモいでもそれでたまに手をちゃんとね振ってくれるんよ。起きるよね毎朝それは。彼氏を作るご予定はありますか？ご予定は今のところございませんが、いつでもスケジュールに書き込む準備はできております。はい、ということでたくさん質問を送ってくださった皆さんありがとうございました。質問コーナーね、募集はインスタの方でやってるので、ぜひインスタの方をフォローして、また質問コーナーある際は協力してくれたら嬉しいなと思います。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、通知オンの方よろしくお願いします。そして Twitter、TikTok、Instagram、 そしてフォローミーやってるので、ぜひフォローしてください。それでは以上、ちゆでした。バイバーイ。